カイリー・クリステン・ジェンナーは、米国の実業家、ファッションモデル、カーダシアン一家に密着した E のリアリティ番組、キーピング、アップウィズ・ザ・カーダシアンズへの出演で知られている。ホーブスの、アメリカで最も裕福なセレブリティにて、JZ と同率5位の、史上最年少でリスト入りを果たしたエンターテイナーである。ブルース・ジェンナーとクリス・ジェンナーの2番目の子。 家族が総出演するリアリティ番組、Keeping Up With The ア a r d a s i a n s に出演。一歳年上の姉、ケンダル・ジェンナーと共に、ティーン雑誌や若者向け新作映画のプレミア上映会など、数多く出演。2015年に立ち上げたコスメブランド、カイリー・コスメチックスが成功し、2018年にアメリカの経済誌、ホーブスが発表した、米国で最も稼いだ。 女性企業家の60人のリストに史上最年少で27位にランクインした。2019年にホーブスが発表した世界長者番付では21歳で番付史上最年少の符号とされた。姉のケンダルと共に私立校シエーラキャニオンに通いチアリーダーとして活動した。2015年唇の整形手術を受けたことを明かした。2018年2月1日。 20歳で、第一子となる女児のストーミーウェブスターを出産した。子供の父親は、ラッパーのトラビス・スコット。2021年9月7日、トラビスとの第二子を妊娠中であることを発表した。2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2017年、ライフ・オブ・カイリー自身のリアリティ番組、ありがとうございます。